皆さんこんにちは。だいぶ腰の方も回復してまいりました。ありがとうございます。でも無理は厳禁なので、本日もホリデースペシャルとして、任天堂クラシックミニファミリーコンピューターの30タイトルのうちどれかを選んでおります。はい、今日選んだのはちょっと趣旨を変えてこちらになります。はい、エキサイトバイクでございます。こちらに挑戦したいと思います。それでは参りま、A ボタンか B ボタン両方押したのでどっちか分かりませんが、はい、走り始めました。なんだこれは。おっと、あ、いや、これもうダメですか。あ、大丈夫。あ、転んでも大丈夫。ん、あ、転んでもいけるっていうことですね、これは。はい、ジャンプと転ぶ。これは、転ぶことが、ゲームのうちの一つですか。はい、ジャンプ。はい、あ、毎回必ず転ぶことになってますか、これは。全然、おっと、まあ、転んでも転んでも立ち上がる。転んでからのリカバリーの速さを競う競技なのかもしれません。人生七転び八起きという教訓がこのゲームに入っているということでしょうか。はい、相変わらず立てませんが、このように転びながら障害を超えるという技も覚えました。これは合っているのでしょうか。はい、さらに転びます。そして途中で気づいたのですが、これは転んでからのリカバリーを競うゲームではなく、タイムを競うゲーム。はい、今フィニッシュいたしました。私のタイムは2分17秒84。転んでも転んでも立ち上がるあの姿勢を褒めていただければと思います。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。